皆さん、おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんと共にキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。ただいま朝8時半でございます。いよいよ今から北海道に向けて出発いたします。初北海道。初北海道。愛車のスイちゃんと共に北海道まで行きたいと思います。そして今回は大企画ということで、約 2200km の旅になります。今回は高速も使わず、フェリーも使わず、下道で行きたいと思います。青森でフェリーに乗るまでは下道で行きたいと思います。今回の企画をご説明したいと思います。今日は5月20日です。5月25日の朝7時に大間の津軽海峡フェリーに乗ろうと思っていますので、それまでに青森の大間まで陸路でずっと行きたいと思っています。5日間で約2000キロ走ることになりますので、1日2000割る5で400だろ。400キロ走るような感じです、ね。大体単純計算で8時間ぐらいずつ運転したら着くんじゃないかということで、今回ね、下道旅とは言っても休憩も含めつつ、通過する県運には立ち寄りたいところもありますので、チェックポイントをいくつか設けております。とりあえず、今回1日目のチェックポイントとルートの方をご説明したいと思います。はい。現在私たちは宮崎県の高千穂町におります。宮崎県の大体左上ぐらいになります。でから北九州の方に向かいます。そこで一度お昼休憩を取ります。門司赤レンガプレイスという場所がありまして、おしゃれなカフェがあるってことやから、ここでお昼休憩ということで、おしゃれパンをゲットできるかということになっております。でそこから山口の方に渡りまして、島根県出雲市の方に行きたいと思ってます。車中泊地道の駅きららたえというところに向かってきます。日が綺麗に見られるスポットということで、日没が7時17分ということで、それまでに道の駅に着いて夕日が沈むのを見られるように目標に頑張りたいと思っています。はい、今私たちは宮崎県の高千穂神社に来ております。なんで来てるかっていうと、御朱印帳をこちらで購入したいっていうのと、やっぱ宮崎を出るときにね、行ってきますという意味を込めて、宮崎を観光できなかった分こちらでお参りしてから出発したいと思います。はい、やってきております。ただいま8時半なので9時にはここを出ます。急いで参拝しまして、御朱印帳、御朱印をゲットしてから北九州に向かいます。長旅の車中泊旅になりますが、まず1日目最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、今回もよろしくお願いします。夫婦友人仲睦まじく、家内安全で子孫繁栄、法の願いが叶うと伝わっております。ここは縁結びで有名な神社なので、ここね、ぜひ来た時は手をつないでちゃんと回ってみてください。うん、仲睦まじく、仲睦まじく、仲睦まじく楽しく旅をしましょう。槍を持ってやりましょうね。はい、今が高千穂峡なのか、あれどこ、1ページ目はこちら。今まで集めてた分があったから、その分は後でノリで貼りたいと思う。これで、行きます。5時間3分で。さあ、目的地までおよそ 210km です。5時間5分ぐらいかかります。2時になっちゃう。5時間だったら。急がないと。ラインからスタート日は最高。ね、めっちゃ良かったね。前日までは雨降ってて、なんか今日まで来るかなと思ったけど、無事天気が良くて最高です。大丈夫か、久しぶり、気持ち悪い、テクあるか、いや、それはこれも無理、どっちも無理、いや、寝ときな、最悪、最初に雨に予定してもらう、だって危ないでしょ、街中を私が運転したら、どっちも危ないよ、山道の方が私慣れてる、山の女だから、そんなことはないと思う。眠くなるから飛び石がきつかったじゃん、小学生以来買った。おー、月回り温泉だ、月回り温泉や、うわー、めっちゃ綺麗、あ、目覚める酸っぱさ、刺激キックス、何、最近の何、おお、潰してあるの、おー、めっちゃ酸っぱい、ごめん、なんか酸っぱさの中に塩辛ほど目覚めた、まあ、目覚めるほどではない、山の方これ食べやすくなっちゃうのかな、どういうこと、そもそも昔のは酸っぱすぎてうえーみたいな、でも酸っぱいんでしょ、でも
骨組みとかもさ、あの周りの酸っぱいつぶつぶを先に口の中で舐めてしまって食べたら甘いから美味しいって感じだった。一緒に食べるとまあジャリジャリが美味しいけど、うん、酸っぱいじゃん。え、何が？え？え、牛？馬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 だ、馬、牛、両方？馬も牛もいる。え、おはよう。すごい、ちょっと待って、すげえ。めっちゃ集まってる、ね、毛にナンバーみたいなのが売ってあったね。そう、買ってあった。うん、夜勤とかじゃなかったっぽい。毛が買ってあって、そういえば、ね、そう、多分そんな感じだった。見えた感じ、そこまで見えた。11時37分です。予定やばくない？ちょっと30分オーバーというような感じになっております。夕日は怪しくなってきたね。夕日に間に合うのか、さあどうなのか。そして天気が悪くなってきているのも気になる。どんげしましょうか。どんげにもならんとですので。どんげかせんといかん。どんげともならんとです。おトイレ休憩です。新しい好みでした。ね。いい。行ってくよ。お疲れ様です。お疲れです。ちょっとだけ腹ごしらえ。ミニストップってさ、注文してから揚げてくれるんだって。マジ？超揚げたて。だから時間が。そう。ポテトにした。揚げたて。いただきます。どうやって手を汚さないの？うまっ。うん。美味しい。え、注文してから誰でもあげるってこと？たまたまじゃなくて入ってあったの。ほぼほぼマジ。では12時ちょうど再出発。あ、ほんとだ、音楽の中に入る。出発出発進行。出発。ハンドブレーキが解除されてなかったようです。ラブホー、ラブホー。前回大分の日田市を観光した時に、この札幌の九州日田工場、無料シーンができるという日田工場に行けないんだとか言ってたやつ言ってたやつ、ここにあった。ビール工場ね、ビールだけを見に行って、まあ、ビールの過程は大事よ、大事やけど、それも楽しいけど、そのシーンがあってね、あっての、そういう楽しみ方ですから、ね、あっての工場なわけ。それが大人の楽しみ方。そうなのよ。今回もそれはぶり。我々はね、お酒が好きだから、お酒がね飲めないとかちょっと無理とかいう人はそれでいいかもしれないけど、うん、まあ行ったところでね運転できないわけですから。片方だけど、まあ別に俺この間はそれでもいいよって思ったけど、いやその時はそう思うけど、うん、どうせならね、お酒好きならね飲みたいですよね。福岡県到着。到着じゃない、福岡県入りました。入りました。東峰市。現在時刻12時39分です。こっからが意外と長いんですよ、福岡はね。意外とね、長いし横にも広いから。しかも北九州やから、また上の方やもんな。飛び出てるところまで今から行きたいと思います。いやもうなんかすでに7時に間に合うは厳しい気がしてきたんだけど。諦めちゃダメだよ。現在1時34分です。お疲れ様です、運転。お疲れ様です。週がもうすぐ終わりますよ。頑張ってますね。君は頑張ってるよ。福岡県の河原町です。あと31キロぐらい。あと31キロ、約あとちょうど1時間ほどチェックポイント地までかかるということで、今日で買ってきてもらおうというミッションをあなたに課そう。30分で買って帰ってくる。買って帰ってきて。もう2人で行こう。おトイレ漏れそう。トイレ。トイレ行ってから行こう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Dark nights and sunny days, honey, you don't have to be afraid. I'm here with you always. Just be here with me.Dead broke, a millionaire. I take them both long as you're there. Together without a care.
You are all I need. I've tried and tried and tried all kinds of sizes. ミッションクリア。それではいただきます。いただきます。駐車場があと10分ぐらい。意外とそんな高くなかった。なんかもっと高そうなぐらいおしゃれじゃなかった。うん、うん、バジル効いてる。もうおいしい。ラスク並みにサクサクなんだけど、パリパリだね。うん、フランスパン。フランスパン、うん、うん、0円だった。0円。うん、あれそうなの。あ、30分無料だったわ。わあ、よかったよかった。無料で行けた。次の目的地間に合うかわからないけど、とりあえずここに今日は宿泊させていただくので。反対でした。はい、逆でした。やっぱり運転手交代しまして、間もなく右方向です。頑張ります。は大事な妻を無事に道の駅に届きます。その後あなたはどこに行くのだろう。Google に一応従ってみて。え？左？左じゃないよ。まっすぐでしょ。まっすぐだよね。あ、料金いるわ。お金かかる。お前が、お前が、お前が。続いて、料金所です。通車160円。100円ある。はい。160円です。お釣りもらえよ、もう。それならお釣りもらってください。あ、そっか。ありがとうございます。九州出るぞ、これから。あー、さよなら、九州。九州。ありがとう、今まで。また帰ってくるよ。まだ出てはいない。確かに、まだ出てはいない。ナビ上ではまだ出てない。確かに。今は我々、海の中でございます。ありがとうございました。すごい、あの、ガンダムが出てくるやつみたい。ガンダムがさ、こう、セットしてさ、2キロメートルのやつ。料金所です。わからんとやつみたい。山口県に入ります。入りました、山口県。はい、ただいまの時刻3時16分。無事、山口入りをしました。ガソリンが一つ減ったぐらい。ガソリンを満タンにして寝たので、北海道着くまで何回ガソリンを入れることになるか。はい、ところ超到着時刻2時31分。2時31分。さあ、君の実力が試される時が来ました。全運転で行きますけどね。うわ、道まぶしい。うわぁ。おー、上陸。本州に上陸いたしました。これからまだまだ先は長いって考えると不思議な感覚。知らないところしかない。だってまだ本州に入っただけでしょ。うん、今回の北海道旅は上の日本海側を通っていくので、本当私たちも通ったことない島根とか鳥取とか、なんかそこら辺のいろいろ日本海側の県を通るのは初めて。本当に初めてです。今の時刻4時56分です。山口県の長門市っていうところまで来てるんですけど、当初の計画通りには行きそうにありません。もう夕日は確実に無理なんですけど、はい、車の量だったり考えると、もう少し近くにしないとやばいねって話になったので、うん、もう眠くて眠くて安全に着くかも怪しいところになってきましたので、うん、予定を変更します。この後の予定は、道の駅阿武町っていうところに、はい、今日は宿泊するようにして、できるだけもう山口の端っこまで行こうと考えて、うん、でその途中にちょっと今ちょうど編集をしている最中ですので、そのアップロードをするためにマックに寄ってから夜の買い出しをして、はい、その阿武町まで行きたいと思います。引き続き私があなたを安全にお届けしたいと思います。途中で変わりました。実は私ばかり言って、お願いします。やってもいいよ編集。いいんだよ編集。私がやるとね3秒で終わっちゃうからやめとくよ。3日ぐらいかかるってこと。はい、現在時刻8時13分でございます。ようやく編集とかアップとかが終わって、今から近くのスーパーで買い物をして、今日はとりあえず道の駅阿武町の方に向かいたいと思います。ここから20分ぐらいなので、道の駅は割と近い目で良かったなと思う。スーパー行ってきます。スーパー行ってできます。スーパー、うん、綺麗、広い、半額金城ロースが半額や。私お蕎麦食べたかった。お寿司も入ってるよ。1で言ってる。2つで480円。それにまたプラス225円。
追わせていただきます。なんかいっぱい明かりがついてる、ね、テントテントだ。まもなくキャンプ場って書いてたね。そういうマジ土曜日だからすごいすごい人だ。これ入り方めっちゃ後ろの人近い。煽ってるぞ。煽られてると。煽られてるぞ。宮崎ナンバーがバカにされているアブタウン、阿武町宮崎代表としてやってきてます。でかっ。ここまでの所要時間は18分です。運転お疲れ様でした。道の駅のその敷地内にキャンプ場がある。あ、本当だね。左行ったらキャンプ場ない。すごい。あ、え、何、来たことある？いや、ない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 。テニスの試合とかであるとか言うのかと思っちゃった。いやいやいや、アブーって書いてる。アブー、アブー、これ絶対見てる人しか分からないやつね、これ。弱虫ペダルとか。アブ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 ー。私も一応9時半まで受付してるみたいよ。あ、そうなの。入りたいけどもう我慢ない。ちなみに料金は600円って書いてました。手頃っちゃお手頃でした。ちょっと値上げをしたって書いてた。2022年の5月、6月からか。ここが空いてるからここにします。スイちゃんだけに。スイちゃんだけに。あー、よくわかったね。おお、配信電信してるの初めて息があったわ。お疲れ様でした。お疲れでした。無事今日の宿泊地まで。今日はアミさんが運転頑張ってくれたんで。頑張ったよ。明日俺頑張りますね。いや、でもなんか寂しいね。今もうすでに山口にいるんでしょ。九州で運転してたのにな。宮崎におったのにね。何しよく。たは私の父ちゃんか。お兄ちゃん。今お兄ちゃんやだ。こんな動画のお兄ちゃん。自分より見られそうなお兄ちゃんなんてお兄ちゃんじゃない。うるせえ。黙れ。もう大学生みたいなお兄ちゃんやだ。私そうでしょ。俺もね、綺麗に全部つり付け直したんだよ。裁縫上手で。カチカチに。カチカチになる。なんでそんなに推しあるわけ。はははじゃないやん。推し、うるおうの下何時起き？6時に出るって言ったよね。5時で、今10時に寝たら7時から寝れる。じゃあ4時半でもいいわ。いや、さすがにちょっと厳しくね。で、なんであんな頑張ってるとあれ。辛いって言ってる。また働かせてこんなにって言ってる。ここで働かせてくださいってあれだけ頼んでくれたの。今は嫌って言ってる。せっかく1週間ぐらい休めたのに、なんでまたこんな使うんだよって言ってる。うん、言うて今日ほとんど使ってないって思ってる。携帯もパソコンも、多分これからは冷蔵庫も使うからね。やらないといけなくて、もうそこまで背負えないって言ってるんだよ今の時点で。そんな責任が重すぎるって。今の時刻10時23分です。10時に就寝すると言って、まあ、いつものことですが、ここから寝たいと思います。今日の振り返りをしたいと思います。どうぞ。今日はとにかく亜美さんが運転を頑張ってくれて、運転が上手くなったかなって思います。山のスキルがちょっと上がったぐらいで、うん、まあでもいっぱい酔いました、うん、自分は。今日はとにかく目的地としていた道の駅まであと3時間ぐらいのところで、キララタイまで行けなかったんですけど、行って夕日を見るというのが目標だったんだけど、無理だったからね。おかげで早めに寝て明日早く出ようということになったから、うん、まあ、よく結果を来ということにしたいと思う、はいはい。今日は結局行ったところとしては、うん、文字工のあんやさんと、うん、マックと、マック、そう、山口のスーパーによってここに来ただけという話になっちゃいましたけど、うん、ね、予定通りではなかなか行かないもんかなと思う。そうね。高千穂神社に行ったか。一応そこがスタートって感じだったかな。計何時間ぐらい移動したかね、そしたら。朝の9時に高千穂神社を出たので、ここに来たのって、それこそ9時ぐらいか。うん。で、まっくりに1時間ぐらいいたから。10時間ぐらいの体感かな。うん、10時間やね。多分移動時間としては、うん、明日も10時間ぐらい移動することにはなるので、今日はこのまま早めに出て明日6時に出発できるように5時に起きれるよう頑張りたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もし私たちの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。寺田夫婦でした。おやすみなさい。さよなら。毛布の方がいいやろ多分。朝寒くなったら、うん、だよね。
ヘラシンモフ。そう、2枚持ってきたうちの1枚。こっちの方が高いとは思うけど。下もくなったらここに予備がありますので。どうせ自分の上に上がってしまって下におらんから、胃がもうこれで。はいはい。俺、目覚まし設定したからいいよ。どうせ私が設定しても起きないから、ね、よろしく。温泉のさ、この。あ、見た見た。この夫婦の縁、夫婜円満。夫婜円満。どんな高校なんだこれ。今日だけ10時までやってよ。普段は9時やった。あ、そういっちゃう。8時半最終受付って。あらまあ、あらまあ、と入らなかったからいいけど。ほんなおやすみな、はい。おやすみ。京都の舞鶴。外してくれるの、リップリップ。いや、それはちょっとやめて。鳥取を鳥取11時13分出雲大社出発。一人なんだっけこれ。温泉の前はしっかり水分補給を取ってください。うまっ。すぐダメになっちゃう。おい太郎、カニが取れたぞ。めでてー。